こんばんは、FM ルーシンドーです。昨日だったと思うんですけれども、あの明日の話題っていうね、ランキング形式でいろいろなね、ものを紹介してる、YouTube のサイトがあるんですけれども、そこのがですね、1ヶ月ぐらい、動画の更新を停止していたんですけれども、突如昨日、新しい動画をアップしてですね、それがすごくこう、なんていうんですかね、すごく謎深い動画だったということで、かなり話題になってまして、で、なんかこう、僕もね、そこの謎解きに参加させてもらったんですけれども、まず1点目が、こう、動画の中で一瞬だけね、こう、暗くなって文字が浮かんでくるんですよ。その文字を読んでいくと、見てるんでしょの日ところになってるんですね。で、これを読んだ、読んだ人が、見てるんでしょこの人殺しっていう風に、足りない文字を足して、文章を作成しているんですけれども、この、明日の話題に出ているね、女性の、結構綺麗な美人さんの方がいるんですけども、その方は殺されたんじゃないかとか、明日の話題の、 あの動画スタッフが複数人でね、やっているらしいんですけれども、その中で内部分裂があったんじゃないかとか、もしくはそこの中の一人がね殺されたんじゃないかとか、そういう話でになっています。で、特に一番最後の意味深なね、部分がすごく気になってて、僕なりに昨日解析をしたね、動画を1本出したんですけど、もう1本ね、これがねすごく僕の中で気になってたんですけど、いろいろ僕の中でもこう暗号、これ暗号なんじゃないかと思って、こう見えますかね、1文字ずつ出てくるこの文字をチェックしてですね、とかね、この1文字ずつを抜き出してって、これをアナグラム、順番を入れ替えたりして一つの意味のある単語とか文章になるんじゃないかと思って調べてたんですよ。で、ちょっとこれ昨日考えてた内容を紹介したいと思います。まずですね、一つ目が敗者、見出るとのテロっていう回答です。一つ目が敗者っていうのは神社仏閣ですね、祈るところ。で、そこから出てくる殿だから、偉い人ですよね。総理大臣とか、天皇陛下とか、身分のある人がテロ、その巻き込まれると何らかに巻き込まれる事件が起こるんじゃないかと。で、これはこれ日本に限らず、アメリカであったり、イスラエルであったりっていうこともあり得るかなと思ってます。で、なんでイスラエルって僕が言ったかっていうと、明日の話題の最後にパレスチナっていう言葉が出てきたんで、パレスチナ問題に関わってきている、周辺諸国の国で何か起こるのかなっていうことを一つ考えました。で、やっぱ気になるのが、この文字を分解していくと、この文字を分解していった時にどういう単語ができるかなっていうのを考えたんですよ。で、これがね、僕が考えたんですけれども、見ろ、出る、テロ、図書、書手、秘書、書、人、火の手、書店、見出る、殿、コロ、伝書、伝書、コンデ、民コロ、民が殺されるって書いて民コロ、出て、書、日の出、見てるところ、廃書、根書、テルミ、出ろ、のでとかね、こういう、ここの、一つ一つの単語を組み合わせてできる言葉をね、まず作って、そこから意味のある言葉になるようにちょっといろいろな組み合わせを文章を考えてみました。で、二つ目がこれですね、これですね、人のテロ混んで見る。つまりこれはどういうことかっていうと、渋谷とかね、新宿とか人が混んでたくさんいるところで、テロが起こると。で、書だけ余っちゃったんですよ、この書。で、これは書を伸ばして章にすると、見せ物テロを起こすっていうような意味合いで、一つ考えてみました。で、次、この書店出る人見ろ。なんかこう
明日の話題の中でこうトラブルが起こったその真犯人をなんか何らかの暗号でこいつが犯人だよってことを伝えてるんじゃないかと。でこの書店出る人見ろ、まあこれだとちょっと意味がなかなか通じにくくて、どこかのあの本屋さんを出てくる人を見ていろという意味になるんですけど、もうこれチェック不可能ですよね。でこれを入れ替えた時にこの書店っていうね文字にの天っていう字をちょっと変えてみました。つまり何かの、例えば文春法とかね、週刊文春とかフラッシュとかわかんないですけど、そういうところに出てくる話題の人を見ろという、そこに明日の話題が訴えたい犯人の名前があるというのを、まあ、一つ考えてみました。で次です。これですね。これも、もう昨日今日結構考えてたんですけど、どうしてもね、余る単語があるんですよ。このね、書。このね、書っていう単語がね、やっぱなかなか他の単語とつながらなくて、余るんですよ。この書が。で、この書を、アナグラムですから、言い換えが できるのかなと思って、種に変えるんですよ。そうすると、種とっていう単語を作れるんですね。で、これ次です。はい。種と、民コロ、民が殺される、火の手出ると。どっかの種と、どっかの国の種とで、民が殺されると。で、火の手が出る。うん、まあ、戦争が起こるかテロが起こるかっていうことの予想ですね。で、まあ、ここら辺と、あとこれですね。これもちょっとごめんなさい。僕解析できなかったんですけど、なんとかと、なんとかの場所でテロが起こるというアナグラムを考えました。で、日の出っていう単語も出てきたんですよ。これ日の出町とかそういう横浜の日の出町とか、ああいう日の出とかっていう単語がつくような、もしくは朝日が丘とか朝日町とか、そういう 日の出に関連する地名なのかなっていうふうに思いました。で、テルミっていうのはできたんですけど、これこの前話題になったテルミクラブですね、破産しちゃった、あれの関係者がちょっとお亡くなりになるのかなとか、まあちょっといろいろ考えてみたんですけど、なかなかね単語がつながらなくてね。で、あとここ次これで最後です。電書〇〇見るところ火の手、これも大体似たような感じなんですけどね。電書つまりここら辺もかなりいろいろ僕考えてみたんですけど、なんとかを見ろとか、なんとかを見なさい、確認しなさいとか、なんとかに電書〇〇見ると。だから、どっかに書いてある、どこかに答えが書いてあるから、そのヒントを今後ね、明日の話題さんがどこにヒントは隠れてるのかっていうのを別の動画で出すんじゃないかなっていうことも、勘ぐってみました。はい。ちょっとこれまだ YouTube 上では出てないネタなんですけども、もうみんな見てるんでしょ、この人殺しというふうに、素直に読んじゃってるんですけど、これ自体がまあ、この見てるんでしょ、人殺しの単語の一個一個を分解してアナグラム入れ替えをして意味の通じる単語にしたときに、まあいろんな意味が出てくるんじゃないかなっていうのを気になってます。で、ちょうどですね、昨日今日で、まあ、イスラエルの方とね、アメリカのトランプ大統領の方で、なんかこう、パレスチナ問題をどう解決するかっていう話し合いがあったらしくて、で、トランプ大統領になってから、このパレスチナ問題揉めてるんですよね。で、ちょっとパレスチナ問題については、今日はちょっと話する時間がないので、また別の機会に、パレスチナ問題に関しては別の機会になってしまうかもしれないんですけど、とにかく、明日の話題さんがわざわざパレスチナっていう単語を出したことがなんかすごく気になってて、なぜ気になるかっていうと、
その前に、まあ私は潜伏中ですみたいな単語は出てくるじゃないですか。もし潜伏しているのであれば、行き先行っちゃダメですよね。次ここ行きますとかっていうの行っちゃダメなんで、なんかね、それちょっと合理的じゃないなと思って気になってます。まあそういう事情があるので、まあパレスチナっていうのはなんかの暗号か、何かを伝えたくて言ってる単語であって、地名とかね、そこに行きます、私が行きますっていうことを伝えたいわけではないような気がするんですよね。皆さんは、今回の明日の話題さんの動画に関してどう思いましたでしょうか。まあいろいろね、昨日今日たくさんの方に昨日の解析動画見ていただきましてありがとうございました。まあもう皆さんご意見ありましたら下にお書き込みください。じゃあ今日はありがとうございました。おやすみなさい。またね。良い週末を。